猪狩ともかです。今日は5月14日ベルーナドームに来てます。もう私はね、もう朝からテンションが上がりすぎてて、さっきからね、心臓の心拍数がめちゃくちゃ上がってるんですよ。さっきもね、あの検温してこう自分の名前とかね、あの数字を書くんですけど、もう手が震えちゃって、もうね検温するときなんかこうなってました。はい、あのですね、5月14日と15日は獅子女デーということでね、ライオンズが大好きな女子たちのための2日間となっておりまして、そのね、アンバサダーにありがたいことに選んでいただきまして、ありがとうございます。今日はね、その獅子女デーのこちらはあのメインアンバサダーが女優の新川優愛さんなんですけど、新川優愛さんがプロデュースされたこのかわいいユニフォームをこれから着ます。後ろはですね、かわいいでしょ、いいかな、いいと思うのか、ちょっとひらがななんで、まあ、数字はね、どうしようってすごい迷って、まあ、私今年ね、今30歳だし、あとオグレディ選手が今年入ってきて、こう、まあ、歓迎の意味も込めて30代にしました。はい、じゃあこちらね、今から着替えてきます。めちゃ素敵な席で試合を見させていただきます。私が前に普通にプライベートで行こうとしたら、もう席がいっぱいで取れませんって言われちゃったところを、なんと今回用意してくださって、めっちゃすごいですよ。このアメリカンエキスプレスプレミアエキサイト車椅子席でございます。めっちゃすごいんですよ、本当に。行きますよ。この感じ、めっちゃ近い。いや、すごいな。もう私この席の虜になっちゃいそう。すごい臨場感あふれる。もうガラス的なねものもないから、もう本当にすぐそこなんですよ。今おかわりくんがねバット振ってますけれども、もうそのバットの振るブオンって音とか、なんかちょっとした息遣いとかもなんなら聞こえちゃうぐらい、すごいこれは。もうこんなネットしかないもんね、だって。これはすごいわ。次の私の出番はラッキーセブンなので、それまではここで楽しく観戦を楽しみたいと思います。ねー、今太鼓パフォーマンスめっちゃ盛り上がってた、めっちゃ盛り上がってたのにさ、カメラ回し始めたら終わっちゃったんだ。もう撮るの遅いです。これから6階の表なんですけど、ラッキーセブンにも登場するので、そろそろ準備しようかな。7階の表が始まったばっかり、はあ、緊張する。私ラッキーセブン踊るの一番最初の初めての始球式ぶりなんですけど、あの時振りが違くて、今の振りを
グラウンドで踊らせていただくのはね初めてなんですよ。緊張しちゃう。ちょっと練習したい。仮面女子のライブはさ、やっぱ普段仲間がさいっぱいいるし、応援してくださる皆さんが近くにいるからすごい安心してられるんだけど、もう周りはさ、もうね、普段私を知らないような方たちだったり、しかもまあ何より会場が広いから本当に緊張するんです。どこにも焦点合ってないでしょ多分。ありがとうございました。ゲストはライオンズ獅子女でアンバサダーの相田紗理奈さんと猪狩ともかさんでした。明日も勝ちましょう。ゴーライオン。ありがとうございました。はい、一日終わりました。もう本当に最初から最後まで楽しかったです。まず試合前のトークとラッキーセブンのダンスと最後の押し寿司グランプリの結果発表まで本当にね一日中楽しかったし、何より今日ライオンズ勝ちましたから本当に嬉しい。はい、本当に獅子女デーということで、もうユニフォーム可愛いしね、こうほら色も可愛いじゃないですか。もう一日本当に楽しかったです。ありがとうございました。